1メートルズームなし。これね、焼くの失敗したパン。すんげえマジんだよこのパン。食うんだったらどうかなと思って置いといてみたんだが、こんな感じで彼らは一生懸命です。これはどうなんだろうね、野生生物に餌をあげちゃダメっていうレベルなのかな。でもなんというか愛嬌あるでしょ。ほんと1メートル先じゃないとこんなに綺麗に映んない。えらい近いんですが。これで鳴き声が静かだったらね、本当に可愛いで済むんだけど、うるさくてしゃあないこいつら。特に朝すっげーうるさい。何にもしなければこうやって寄ってきますこいつら。なんか俺の車の中にあるパンでもやっぱりまずかったんかな、あのパンは。こいつ何がしたいんだろうね。熱くないんかね。そう、そのまずいパンでも食ってなさい君は。あ、でも食ってる姿可愛いね。あ、行っちゃった。さっきもすぐ来たから。そう、これうるさいでしょ。ほら降りてきた。で、ダッシュできた、ダッシュできた、ダッシュできた。あそこにも落っこってたパンを持ってた。あれ何なんだろうね、巣穴というか、なんかそういうところに持ってくんかね。まあパンの失敗はもうないんで、どうっつうこともないんだけど、どうなんだろうね、野生生物に餌っていうレベルなんかな。まあでもグリズリーとかブラックベアと違って危害を与える動物ではないし、まあバチまでは当たんないでしょうきっと。また来た。忙しいねこいつら。パンを何とかして持ってきたいんだろうねきっと。あ、なるほど、小分けにしてなんかこう住処に置いてきてんだきっと。ほらまた来た。
近くで見ると可愛いね。しかし一回引かれてるやつがいっからいたらいたから皮剥いで毛針にしてやろうかなと思ったんだけど、さすがに生きてるのはちょっと可愛いな。さあ、あんな感じでやんちゃしてます。うるさいでしょ。これを朝にね、クエストのリアフェンダーでやられた日にはね、頭くるよね。さあ、こんな時間、あ、こんな動画を10分も回すのはちょっともったいないんで、この辺かな。あ、ちなみにここはキャンプグラウンド、こういう感じで、湖と山と太陽。いいね、この景色。やっぱり太陽っつうのは特別な何かが、まあ当然ね、世界に一つしかないから当たり前だけど、太陽っつうのはやっぱ特別な、なんかグッとくるもんがあるね、どこに来ても。なんか写真も太陽入れるとなんか様になったりするしさ。こういう景色です。遠くの山並みはまだ山頂に雪をかぶったまま。あのね、キーナイレイクっつうかね、キーナイ半島、特にキーナイ川がなんでとんでもなくサーモンが登るのか、その理由の一つ、これは調べてないけど間違いがないこと。キーナイ半島っつうのはね、湿地なんだよ。で、大小さまざまな湖川がねあるんだよ。川の途中に湖があったりっていうのは前言ったけど、それがね、その細かい大小の湖、池、川、その大小のさまざまな水をすべてまとめた川がキーナイ川だからこそ、おそらくここまでサーモンが遡上する川になるんでしょう。今日は釣れなかったけど、いくらなんでもレッドサーモンの遡上はすごすぎると思うな。あれはいすぎるぜ、マジで。毎日あれだけの数抜かれてんのにっていう感じ。ほんと、アユじゃねえんだからこんなにいんのかっていう感じだよ。ほんと、神通川のアユ、あれと一緒だと思ってくれればいいと思う。ほんと、川中が鮭で溢れ返ってるっていう感じ。ほんとにすごいね。場所外すともうかすりもしないけど、俺の腕じゃ。だからかけてる人はもちろんいっぱいかけてます。うるせえ。まあ、リスは可愛らしいがうるさいということがよく分かる動画になってくれればいいなと俺は思ってます。素晴らしい山並み、そしてまた最後に太陽をとってお別れ。最高だね、太陽ってやつは。では、さようなら。